トゥーランド Vlog のお時間です。よいしょよいしょ。ということでね、本日も謎の渡来人ハタシについてお話していきたいと思います。ね、3世紀頃にね、突然現れた渡来人ハタシですよ。はい、わけわからんぐらい金持ってて、すんごい知識技術を持ってて、なぜか日本にたどり着いて支配するわけでもなく、死ぬほど金使ってサポートしまくったハタシ、何者やねんと。ほんまに不思議。そもそもなんでそんな金持ちなんかもわからんし、どこ由来の知識やねんとかもわからん、なぜ日本に来たのかもマジでわからん。はいろんな説をね、前回お話してきたんですけどもね、はい、今回お話しするのはですね、ハタシユダヤ人説でございます。それですよ。そうなんですよ。で、後半ではなぜユダヤ人はわざわざ日本を選び、そして圧倒的な力がありながらも支配しなかったのか、そこについてズバッとね、切り込んでいきたいと思いますよ。これは楽しみやぞ、ね、まずハタシね、ユダヤ人説なんですけども、日本書紀の記述によると、ハタシが日本にたどり着いたのは西暦283年、言ったら3世紀ですよ。古墳が作られたのが3世紀から7世紀頃なんですよ。ハタシが日本に来たタイミングと古墳時代の始まりがぴったりね、合うんですよ。ぴったり合う。しかもね、古墳作ろう思ったら、土木技術とか、はい、まあ、灌漑の技術とか、そういうのがいるんですよ。確かに。そう、ハタシはそれを伝えた人たちですよって伝えられてます。ほら、なので、優れた土木の技術を持ってたハタシがね、古墳作りに関わってた可能性っていうのがね、非常に高いわけですよ。極めて高い。極めて高い。そうなるとね、仮にそのハタシね、彼らのルーツがユダヤ系であるとすれば、様々な古墳からユダヤ的な特徴を持った埴輪が見つかってることにもね、繋がってくるわけですよ。覚えてる？あの時のあれ。あれですわ。うわ、これですわ。いやもうね、こんなんね、日本いないでしょ。こんな姿の人たちがいないよね。帽子とこのもみあげとかね、うん、今でもね、超正統派のユダヤ人って言われる人たちは、このつばの長い帽子かぶって、はい、まあ、髭を伸ばして、で、もみあげをねじり上げるんですよ。で、このユダヤ派には見ても完璧に一緒やん。一緒やん。そう、これもわけわからんから、あんまりこれが何かって言われてないのよ。はいはい。ユダヤ教の人たちっていうのは神の教えをもうとにかく徹底的に守る人たちやんか。はいはい。なのでユダヤ人っていうのは昔からこういう格好をしてたと考えられてるんですよ。だからこの埴輪ね、この大体このスタイルはもう 何千年前から守ってたと。なるほどね。いうわけですよ。まあ、もちろんね、そのまあハタシだけじゃないわけですよ、渡来人っていうのは。うん、まあ、その中の一部が、まあ、ユダヤだったってことも考えれるわけで、まあ、ハタシイコールユダヤ人かって言われても断定は全然できないんですけども、まあ、とにかくいろんな人たちが日本になだれ込んでて、でハタシは古墳作りに力を貸してたと。そしてその古墳の一部からユダヤ的特徴の埴輪が見つかってる。ハタシっていうのはね、京都の太秦に住んでたわけじゃないですか。はい。なんでこの京都を中心にいろんな神社とかお寺の建立に関わってたんですよ。で、京都最古のお寺は広隆寺って言われてるんやけど、はい、まあ、それもハタシが作ってるし、だいぶ強い影響があるわけ、当時のお寺神社のその文化というかね、言ったらね、昔日中道祖論で話したじゃないですか、京都のお祭りとか神輿とかがなんかえらいユダヤのあれに似てますよねって話この動画でしましたよね。ね、ね、えらい、この辺から繋がってくるんですよ。うわあ、そういうこと。そう、例えばね、7世紀にね、ハタシがめちゃくちゃお金を投入して作った平安京、はい、まあ、平安の京じゃないですか、うん、で、ユダヤの、まあ、聖地といえばエルサレムですよね、うん、エルサレムも、まあ、直訳すると平安な都っていう意味なんですよ。え、マジで？な、マジで意味が重なるよね。重なってる。そう、ハタシがプロデュースした平安京、なぜかエルサレムとそっくりの名前だ。おー、ね、そういうのがあったりとか、まあ、京都で行われる祇園祭りと、うん、ね、ユダヤ人がむちゃくちゃ大事にしてる祇園祭、すげえ名前似てるよねーとか、で、その祇園祭が一番盛り上がるところで、なぜか旧約聖書のタペストリーが使われてるやんみたいな、はー、で、そういうのがあったりとか、はい、
まあ、ユダヤ人がね神様から賜った契約の箱アークってね、あれ行方わからんくなった言うてるけども、うん、あれって棒2本入れてこうやってエッサエッサって運んでた、うん、これ神輿と一緒やんとかね、その辺の神社お寺の文化を作ったのが二十歳なわけですよ。はってなってくるといろいろなねこう流れ考えていくと、うん、やっぱりこれユダヤ系にルーツがあるんじゃねえのと、流浪の民やしね、うん、まあ、そんな感じでユダヤっぽい痕跡がね数多くね発見されてるわけですよ、はい、ちなみにねユダヤの国イスラエル政府は、まあ、ユダヤっていうのはね昔南北に分かれましたね、北が十氏族ですよ、うん、で南と北で喧嘩して十氏族は負けました、でどっか行きました、どこ行ったか分かりません、でその後に南も滅ぼされました、で国なくなってユダヤ人はみんな流浪の民となりましたみたいな話なんですけども、うん、この北の十氏族の人たちが行き着いた可能性のある国っていうのが発表されてるんですよ。それが4つあって、はい、1つがアフガニスタン、うん、1つがエチオピア、うん、そして1つが中国、うん、そして4つ目が日本なんですよ。あれれれれ、そう有力視されてる、うん、そのイスラエル政府からしてもユダヤ人はね、失われた十氏族が日本に行ったんじゃないかって言って割と調査にも来てるんですよ、うん、イスラエルの政府の人たちが、はあ、そうこれが果たしユダヤ人説なわけですよ、はあ、ね、なかなか面白いでしょこれは。いや結構濃厚にやと思っちゃうに聞こえるよね、うん、しかしですねルーツもいろいろ気になるところではあるんですけれども、果たし最大の謎は財力ある技術ある知識ある人数もむちゃくちゃ多いのに、うん、なぜ徹底的にサポートに回り、はいね、日本を支配しなかったのか乗っ取らなかったのかって話ですよ。そうね、もう絶対歴史で見たら、うん、そういうステータス持ってる人はもう国ひっくり返すから。そうよね、そんな人ら国入ったらもうそうするから、いけますやん。そうなるもん。そもそも日本もなんでそんな人らどうぞって入れたんやっていう話やしね。確かに。でこの辺りの謎を紐解いていくと、うん、果たしのルーツにも結局つながるような大いなる謎にねぶち当たっていくわけですよ。おお。こっからですよこの話の本番は。こっからなんや。そうなんです。ちなみに果たしの裏方っぷりっていうのはもうすごくて、うん、例えばね聖徳太子って飛鳥時代の超カリスマやん、うん、実はね聖徳太子にはブレーンがいたんですよ。お、脳みそが。そう、脳みそがいたわけですよ、うん、それが波多氏の族長的存在、波多の川勝って人やったんですよ。異邦人である波多の川勝が、ね、日本のカリスマ聖徳太子をプロデュースしてたと。おなんでね聖徳太子が残してる、まあ、伝説みたいなのも別の解釈が生まれてくるわけですよ。まず聖徳太子は馬宿の王子って呼ばれてますよね、はいはい、まあ、なんでかって言ったら馬小屋で生まれたとされてますと、うん、まあ、だからちょっと伝説の人物なんじゃねとか言われてるわけですけども、うん、イエス・キリストってどこで生まれたか知ってます？え、イエス・キリストどこや？馬小屋なんですよ。えー、そう、そのイエス・キリストのエピソードにめちゃくちゃ似てるんですよ。ほとんど一緒。そう、もっと言ったら、うん、聖徳太子のお母さんいて、そのお母さんの口から観音菩薩が入って身ごもったっていう伝説もあるんですよ。イエス・キリストのお母さん聖母マリアの話と完全に一緒。はあ。ね、あの人も神様からこうわって言われて、あ、身ごもった、少女解体、何にもしてへんのに子供できたみたいな、はいはい、全く一緒なの。プロデュースしてる波多の川勝さんと絶対に意識してるよねというレベルでもう被りまくっているユダヤ人のお話ですから、うん、まあでもイエス・キリストっていうのはまあキリスト教になっていくからちょっとユダヤ人からすると違うわけですよ、うん、そうですね。なので、まあ、ちょっと日本でねイエス・キリストに代わるカリスマを作ってやろうというのを波多の川勝が裏方に回ってねプロデュースしてたとすれば、うわ、なんかすごない？波多の川勝がね作った京都のね最古のお寺広隆寺にはね、うん、波多の川勝全然前に出てへん、うん、もう聖徳太子推し、とにかくもう亡くなってもなお聖徳太子を推している。完全なプロデューサーそうそうそう、何やろ、波多氏のもう秋元康ですよね。古墳時代の秋元康さん、めちゃめちゃ思った。そう、まあ他にもねこう聖徳太子を8人とか10人の声聞けたよとかね、うん、そういうのもまあ同時に聞いたんじゃなくていろんな言語を聞けたっていう説があるわけですよ、はいはい。まあ、これも当時の渡来人ブワーって来てて、果たしも外国の人、うん、でいろんな言語の人たちを聖徳太子はうんうんって聞けただとか、ね、英言葉で和をもって尊しとなすっていう言葉あるじゃないですか、うん、みんなね仲良くしましょう、協調し合おうよみたいなっていうのもいろんな文化とか価値観の人たちが来てたから、はい、外人が
だからこれを輪になってやろうってまとめてたのが聖徳太子なんじゃねえのと。なるほどね。その求心力のあるカリスマとして波多野川勝がプロデュースしてたみたいな、あそういうのもねちょっとね想像できてしまうというかね。確かに、まあ、そんな感じで、まあ、波多氏っていうのはとにかくすごい影響力を持ちながらも裏方に回り続けてたわけよ。でこの波多氏がなぜ日本を支配しなかったのかっていうそのね説、今回3つ用意しております。3つもあるの？これ3つをお話していきたいなと思います。まず1つ目が日本人に感謝してた説。おー、果たしっていうのは莫大な財力とね高い技術を持ってた集団じゃないですかね。日本に来よう思ったら新羅人に邪魔されたみたいなことがあったり、まあ、目をつけられてるわけよ、うん、まあ、そりゃそうよね。こんな危ない感じの人たちが動き回られたら困るって感じなんですけど、勢力的に強いよね。そうこれすごいね、ユダヤ人の歴史ともつながるんですよね。彼らもいろんなね流浪の民でいろんな場所に行って、うん、その場所で迫害されるとか、昔モーセの時代とかやったらもうエジプトに住むようになって、うん、あまりにも優秀やからエジプトの王様がもうユダヤ人の男の子生まれたらもう殺せよと命じるぐらい、ユダヤ人っていうのはやっぱすごいね頭角を現すというか、しかもまあ俺らは神に選ばれてるみたいな感じやから鬱陶しいなみたいな感じになると迫害されてしまう。しかし当時の日本人はこの波多氏を快く受け入れたわけですよ。波多氏はねもう強烈なねアイデンティティ持てたはずですよ、うん、俺らは俺らやみたいな。でも完全に自分たちを受け入れてくれる日本で感謝を感じた果たしは朝廷の下について日本を支えることに決めたっていう説でございます。まあそうやったら、まあ、素敵だよねっていう説やんか、うん、言ったら、うん、まあでも絶対になかったとも言い切れないというか、ね、実際に王神天皇が畑一族を助けて日本に来てからのまあ貢献っぷりっていうのはまあすごかったわけですから、うん、このまあ感謝してる説もまあなくはないのかな感じなんですけども、二つ目がですねあるものを取りに来てた説。おーなんだそれは。こっからちょっとね雲行きが変わってくるんですけれどもね、ちょっとなんか取りに来てる可能性ある。そうでこの説をお話しする前に、うん、まず古墳ってそもそもなんで作ってたんやっていうお話をしますね。それこそ古墳って偉い権力者の象徴とされてるでしょ。で日本一でかい古墳といえば、うん、仁徳天皇陵ですよ、大阪にある。でも古墳1個作ろう思ったら、うん、国民がもうヒーヒー言って作らなあかんわけ。ピラミッドみたいな感じでね、あの優しいねエピソードで有名な仁徳天皇が国民にそんなことさせますかと。させないね、あみんなご飯食べてんのちゃうかと、税金なしにするわ言うてたあの仁徳さんが、うん、ね、みんな働けって日本で一番でかい古墳作るんや言うて、そんな様変わりしますかね。実はね古墳が作られた古墳時代っていうのはものすごい数の土木工事が行われてたんですよ。はいはいはい。それこそ果たしのような渡来人がやってきてからは一気に加速したんですよ。何のための工事かというと、ひたすらに灌漑工事をしてたわけですよ。灌漑工事言ったらたくさんの人が住んでね、たくさんの人が生きていくにはご飯いるよねと。でご飯を食べるには、まあ、ご飯作らなあかんや、うん、つまり農業しないと生きていけないよねってなるわけですよ。はいはい。まあ、当時なんてもうバンバン渡来人も来てるわけやし、人口増えてるしみんなで飯食ってかなあかんわけやから、うん、でもね農業するためには水いるやん、うん、で近くに水がない場合って、うん、もう遠くの川とか湖から水路を掘って、はい、こう水を引っ張ってくるしかないのよ。あ、そうだよね。そう、それが灌漑工事。あ、それのことを言う。そう、水路を作りますみたいな、農業の水引きますみたいな。はいはい。古墳時代っていうのは地面を掘りまくってはもう水路を作りまくってたっていう時代なんですよね、うん、で水路っていうのは当然掘って作ってるわけやから、うん、めっちゃ土余るやん。めっちゃ土余る。そうでこの土どうするってなるよね、うん、なんかすごいもっこもこなってるから、うん、この余った土をもう古墳にしようじゃないかと。そうそういう風になっていったんじゃないかと考えられてるわけですよ。確かにありえる。言ったらね国民のために水路を引くわけですよ。そうすると大量の土が余る。でこの余った土の量だけ古墳が大きくなる。あつまり権力者の功績が、うん、そのまま墓のサイズに変わっていくっていうめちゃくちゃ合理的なシステムやったわけですよ。確かに。でこの仕組みとか技術を伝えたのが果たしだとすればね、なぜ渡来人やのに日本に何のゆかりもないのにそこまでしたのか。もう言ったらもう自分たちは太秦に住んでるわけやから、うん、もうそこが良ければいいやんと。いやほんまに日本中のそんな灌漑工事に関わってね、うん、頑張るんやと。日本人にね高度な灌漑の技術を惜しみなく教えたのに繋がる理由があったわけですよ。何を狙ってんねや。そう、果たしは日本に
金を取りに来てたわけですよ。金、金、ゴールド。おお。ね、土を掘り返して水路を引く、うん、ね、山を削る、当然金が出てくるんですよ。要は、うん、世界のね、いろんな文明っていうのは金と共にあるわけですよ、うん、で中国、ね、メソポタミア、エジプト、全部金。もしね、この畑氏が当時のね、ゴールドラッシュというか、うん、そういうのに沿って動いてきた人たちやとすればよ、すれば、そう、そのいろんな国のプロデュースして金を集めて財を成して、で金が取り尽くしたら次の国に行くみたいな、そういう集団やとすればっていうね、はあ、そういう話です。で、日本っていうのも黄金の国、ジパング言われてるぐらいですから、それを裏付けるかのように、畑氏が活躍したのってまさにこの古墳時代の間なんですよ。うわー、その間だ。そう、7世紀ぐらいになるとスーッて歴史からフェードアウトしていく。金なくなったでー。もう日本中ね、古墳やりまくって金取り尽くしたから、うん、ね、僕たちの仕事終わりですと。うわー、あんだけね貢献してた畑氏が ね、ファーンっていなくなっていくんですよ。あれ、歴史から姿を消すね。畑氏の中心人物はね、何のために金を集めてね、金を集めた後はどこに行ってしまったのか。もちろん畑氏の子孫っていうのはね、もうめちゃくちゃ日本にもおるから、うん、でこの計画を知ってたのはほんの一握りのね、コアな畑一族やったのかもしれないんですけどね。この金の採掘を命じられてるっていうのはシュメール文明編にも通ずるわけですよ。はいはい、ね、超都市伝説的な話だけど、うん、惑星ニビルに住んでたね人たちが、うん、金がなくなって、うん、星がやべえ、金取りに行かねえとって地球に来て、うん、で地球の猿みたいな生物と自分たちの DNA を混ぜて、はいはい、ね、人間を作り、ほんで金を取らせていったと。この話を聞いた上で、まあこうシュメール文明編を見てくれたらまたちょっと違う見方になるし、果たしてもしかしてみたいな話にもなってくるかもしれない。これはちょっとだいぶ都市伝説寄りな話だけど、まあ、金を取りに来たっていうのはまあ割とあるんじゃないかと。はあ、でも結構ね、繋がってるね。そう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 。これが二つ目の、畑氏は日本に金を取りに来てた説でした。なるほど。で、三つ目が本命なんですよ。本命が三つ目。本命三つ目。そうなの？これがガチ。ね、畑氏が日本を支配しなかったのは、うん、畑氏は日本の〇〇を崇拝してたから説。そういうパターン。そう。一体どういうことか。詳しくお話していきます。ね、畑氏は日本に帰化してから、うん、ね、もうほとんどと言ってもいいぐらい、まあ、神社とかお寺の建立に携わってきたわけですよ。うん、実は、その中でね、いくつかの神社では、自分たちにとっての神様を祀ってるんですよ。氏神様。畑氏にとっての氏神様。氏神っていうのは祖先として祀る神のことね。はいはい。そう、畑氏はこの日本中にいっぱい神社とか作ってる中でしれっと自分たちの氏神も祀る神社を作っている。ほう。そこからね、謎が紐解けるわけですよ。氏神がおるんや。そうね、畑氏は一体どんな神様を信じてたのか、うん、ね、気になるやろ。それが気になる。そう、畑氏の氏神はなんとね、超有名な、うん、お稲荷さんなんですよ。お稲荷さん、あの狐の、あの、そう、マジで、そう、あれは畑氏の氏神なんです。日本に何万社とあるね、お稲荷さんが畑氏の氏神様なんですよ。うわ、マジか。そう、畑氏が持ってきたよ、お稲荷っていう概念は。へえ、大体神社のクッて外れたりして、そう、どこにでもあるよね。おる。そう、これ知らんかったらだいぶびっくりするよね。びっくりする。それでもね、よくよく考えたら、お稲荷さんも何の神様なんて感じじゃない？確かに。そう、なんかね、短いよ、短いやけど、お稲荷さんについて深く知ってるとかないやん。ない。何の神様、うん、まあ、稲荷の神は、まあ、稲って書くように、うん、稲を象徴とする穀物とか、はい、農業の神様なんですよ。ああ、はい。そしてこの稲荷の別名は浮かの御霊っていうんです。浮かの御霊。そう、まあ、聞き慣れない名前なんですけど、伏見稲荷大社とか他の伏見神社に行ったら主祭神として祀られてるのがこの浮かの御霊なんですよ。で、このことからね、浮かの御霊とお稲荷さんは同じ神様であり、まあ、つまりお稲荷さんの真の名前は浮かの御霊だよっていうことなんですよね。なるほど。そう、それでも、いや、お稲荷さんは知ってるけど浮かの御霊は、いや、知らんぞと余計知らんぞと余計知らんね、神の名を解き明かすつもりが余計わからん神様出てきたみたいなさあね、それではこの浮かの御霊の正体は誰なのでしょうか。いや、誰なん、この浮かの御霊の正体。それは、うん、スサノオの娘なんですよ。スサノオの娘。そう、実の娘。
そう。すっげえやん。すっげえわ。日本の神様なんよ。思ってたよりすっげえ。ね、スサノオの息子は大トシっていう神様がいて、うん、その妹がウカノミタマン。うわー。そう。で、まさっきはね、いなかったけども、うん、4部作話した日本神話のミステリー編でね、このウカノミタマのお兄ちゃんである大トシは、大国主であり、逃げ早きであるっていうお話をしてるんですよ。はいはい。ね、スサノオの息子は大国主、逃げ早きだったと。そして大トシでもあった。で、その妹が、ウカノミタマ、お稲荷さんなわけですよ。うわー。そう。え、ちょっと待ってと。果たしって、海外からやってきてるんやねと。言ってるからね。そう。その果たしの、氏神様、祖先の神が、大国主の妹と。いや、どういうこと？余計謎がちょっと深まるけれども、まあ、これは一体どういうことなのでしょうかと。果たし。ちなみにね、果たしの氏神様が祀られてる神社っていうのはもう一つあるんですよ、うんうん、それが松尾の大社っていう場所。そしてこの松尾大社の御祭神が大山杭の神。大山杭の神。そう。いやいや、もう解き明かすどころか、また知らん名前出てきたぞ。ね。混乱が混乱を呼ぶぞってなるんですけども、この大山杭の神っていうのは、スサノオの息子、うん、大トシの、それまた息子。うん、つまりスサノオの孫なんですよ。あれれれれれ。そう。さらにこの松尾の大社は、亀をシンボルとしてるんですね。うんうん、で、亀をシンボルとしてるのって、出雲大社とかもそうなんですよ。はいはい。つまりこの亀を祀るっていうのは出雲系の証なんですよ。はい。そう。つまり果たしは出雲系の人たちなんですよ。もうそうなってくるよね。なんで果たしは出雲の神様を信じてるのにアマテラス系である朝廷に協力してたのかって話よね。そもそもなんで外国人やのに、うん、出雲系の神様を、うん、ね、こんな崇拝してんのと、うん、わけわからないよね。もうわけわからない。謎は深まるばかりなんですけれども、ね、果たしがね、日本を支配しなかった理由はっきりしたよね。日本の神々、しかも出雲の神を信奉していたからだっていうことですよ。もう確、本命。これはもう確実でしょ。確実ですね。そう。もうスサノオの経脈を完全に、もう崇拝している。どっちもそう、ぶれない、ね、理由は分からへんけど出雲系の神を信じたらもう間違いない事実であると。ね、散々こう大国主の話をしてきて、うん、結局果たしの話をしてたら大国主が出てきますっていう一緒のとこ行った。そう、めっちゃ皮むいてたらあもう結局っていう状態なんやけどただ、うん、大国主っていうのもやっぱり謎の神様で、うんうん、スサノオの息子なんだけれども義理の息子なんですよ。おー。そう。だスサノオは娘がいて、うん、この娘と大国主が結婚してるから、はいはい、お父さんなだけであって、はいはい、大国主のルーツっていうのはよく分かってないんですよ。なるほど。そう、そういうことか。そういうことなんですよ。はあ。だからやっぱりね、ここがすごい秘密を握ってるんですわ。なるほど。そう。で、この大国主のルーツっていうのには、まあ、いずれ深くねお話していきたいなと思ってるんですけれども、もう、まあ、一説によるとですね、まあ、中東の方にルーツがあるんじゃないかと、そういう話もあったりするわけですよ。まあね、いろいろそういうのね。そうそうそう。ね、なので、まあ、最後の説をまとめるとですね、果たしは出雲系の神様を信奉していたので、日本を支配せずに裏方に回っていたっていうことですよ。あ、だから超サポートしてる。そう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 。ということです。はあ、こんな感じでございます。まさかまたそこにグッといくと思わかった。ねえ、まだ続いてますから日本神話のミステリー編は。実は確かに。そう、まだまだね、こう掘り下げていきますよ。これはおもろいことになってきたね。そう、マニアックですけども、絶対でございますか皆さん。ということでね、今回この辺りで終わりたいと思いますけどもね、はい、まだまだこのミステリー編は続くので、いや、あ、こことここまた結局つながるんやみたいな話もなってくるのでね、楽しみにしていてください。面白いなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして概要欄にもね、僕たちの SNS とかスカのチャンネルの情報が載っているので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。ということで今回この辺でまたね、バイバイ。Bye-bye.